換気の換に行きますね。まず底辺ですね。少し右上がり、右寄りから縦を長く持ってきますね。抜きます。この横の下の部分を3等分して、下3分の1あたりから上3分の1あたりを狙って右上がり、少し上の位置ぐらいから45度ですね。ちょっと横に出て平行に短めに内側に入ります。縦よりも横を長くして同じように内側に入ってきます。ただ中の部分を左より下がらないように、この下3分の1のちょっと上あたりですね、中心から45度、これも45度で多少下に下がっても大丈夫です。